はい、こんにちは、ふうです。今日はトレンチコートを着ておりますが、なぜかというと、草なぎ剛くん主演のミッドナイトスワンという映画を見てきたので、その感想を語りたいと思っています。剛くんがシーンの中でこういうトレンチコートを着て、赤いブーツを履いて、サングラスをして、こうチェーンのバッグを持ってうんうんって歩くシーンがあるんですけれども、ちょっとそれを真似してサムネイルも作ってみました。で、どんな映画かというと、まあ、私が言うまでもなく、結構いろんな方が絶賛しているのでいろいろ検索してほしいんですけれども、剛くんがトランスジェンダーの方で、ショーパブでこうバレエを披露したりしている方なんですね。で、そこに中学生の、まあ、ひどい環境で広島で虐待されてきたいちかちゃんっていう女の子がやってきて、2人の絆がどうなっていくかっていう感じのお話になっています。で、この映画ですごく印象的、まあ、軸になっているのが一つ、バレエ白鳥の湖っていうのがあるんですけど、バレエ教室に出会って、そこで先生に出会ってレッスンをしていって成長していくっていうところが描かれてるんですね。で、私もちょっとだけダンスのレッスンを受けていて、そういうところでちょっと親和性があってですね、ああいいなと思ったところがあるのでご紹介したいと思います。まず第3位、バレエ教室のシーンです。そう、バレエ教室の先生の役が真飛聖さんっていう宝塚ご出身の女優さんなんですね。で、みんなレオタードを着て、はい、レベランスとか、もっと足を上げてとか、もっと高く飛べるよとか、いつも私がレッスンで先生に言われてるようなことを本当にそのまんまやっていらっしゃって、あ、うん、そうそうってすごくね、共感するところがありました。で、バレエ教室の作り方すごく細かくできてるなと思って、コンクールのポスターが貼ってあったりとか、トロフィーが置いてあったりとか、すごくなんかレトロな感じの古いイメージの教室なんですけどね、すごくいいなと思いました。なんか勝手な想像なんですけど、マトブ先生は、あ、映画の中ではミカ先生っていう名前なんですけど、多分ね、ご両親どちらかがバレエをやっていて、自分もそこの教室で育ってきて、自分のご両親からその教室を受け継いだんじゃないかなってなんとなく勝手に思ってました。だからすごく情熱があって、後で出てくるんですけど、いちかちゃんが広島に行ってまでわざわざ自分も出張してそっちでレッスンをしてあげるぐらいの情熱のある先生なのかなっていうふうに思いました。はい、そして第2位、これも、バレエに通じてるんですけど、いちかちゃんのヘアスタイルですね。最初はいちかちゃん本当にボロボロの汚い体操服でやってきて、何もわけもわからずスタートするんですけれども、だんだんそれがお友達にもらったレオタードとかを借りて上手になっていって、最初はね、こういう本当にぐちゃぐちゃなお団子頭をしてるわけですよ。本当に一瞬しか映んないんだけど、ただこう後ろ髪でまとめただけっていうね、ところから、だん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 後半の方になっていくと、きちんとしたシニオンって言って、バレエ教室の女の子をやってるようなピタッとした丸いお団子になっているので、あ、そういうところでも成長を描いてるんだなっていうのが分かりました。私が一番いいなと思ったシーンは屋上のシーンです。いちかちゃんと、上野凛香ちゃんっていう女優さんですね。この子今20歳らしいんですけど、中学生の役を演じていて、まあ、お友達のいないいちかちゃんの唯一の理解者みたいな立場になってるんですけど、後ろでこうブラスバンドの、ね、練習してる音が流れていて、授業をサボってるわけじゃなくて、きっと放課後なんだなっていうのが分かるシーンなんですけど、いちかちゃんがこうバレエの踊りを屋上で制服で上履きなまんま練習してるのを、りんかちゃんが後ろでタバコ吸いながらだるそうに座って眺めてるシーンです。なんかこう中学生独特のなんか気だるさというか、重々しさというか、やる気のなさというか、その空気感がすごくね、出てるなと思いました。で、だんだんこう2人の距離が近づいていって、グーッ
っていうシーンがあるんですけど、それはぜひ見てほしいなと思います。なんか自分も超イモ臭い中学生だったから、なんかね、あの中二病ってよく言いますけど、ああいう思春期のなんか心の移り変わりって今思い返すと恥ずかしいですけどね、モヤモヤしますけど、なんかそういうのが描かれてるシーンだなと思いました。はい、というわけで、他の皆さんが絶賛するような、例えばハニージンジャーソテーのシーンだったり、階段の上でレッスンをするシーンだったり、最後の海のシーンだったりっていうのはもちろん良いので、それはあえて省いて超個人的ツボだったシーンをお話ししてみました。ぜひ見てほしいです。見てない人は、別にバレエの映画じゃないので、バレエが全く知らない人でももちろん大丈夫です。ただ白鳥の湖のあらすじをググって頭に入れておくと、あ、そういうことねっていうのがちょっと分かって面白いかもしれないです。ぜひぜひおすすめです。じゃあね、見てくれてありがとうございます。